外で試すか。休んでるわけにはいかないでしょ。パッ、あいつ。右目がシャリンガン、左目がリンネガン、左胸にペインと同じクイカ。だが、サンキューだってばよ。狙いは始めか。こいつ、奴を攻撃しようとした。できていないようだ。だからかもしれん。俺たち美獣にもちゃんと感情がある。ああいう扱いをされるのを見るとさすがてめえとビートかいうガキだけが特別なだけだ。どうだかな。キュー、わしの次に強いハチビだろう。さっさとやっちまえ。わしは寝るとこだ。言ってんのかこの野郎。キツネがタヌキ寝入りしてんじゃねえぞこら。ハチビとキュービが喧嘩してる。来るよ敵。俺が来たからって気抜くな。おっ、どれがどのペインの術を使ってくるのか。分かった。三人そっち。チャクラの吸収、口寄せ、引き寄せと飛ばし、チャクラの引けないな。すでに死なねえ。対処法の分かっているペインの他の術、わざわざチャクラを割いてまで。さすがカガ先生、またまたすごい理解力。畑カカシ、よく見抜く。次は2匹だ。キュービシャから影分身で誘導しかけて、おめえ野郎を鼻から狙うしかねえか。気づかねえのか。拳を合わせたはずだろうが、そんだけ分身してりゃとっくになるとは瀕死のはずだ。お前らに何があったか知らねえけどな。な、美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。文句あるか？ない。ライデン。次が来そうだ。こっちもだ。ナルトを離せ。この猿。今回もその気なら。力を貸してくれても構わねえぞ、こら。わしはお前とは違うハチビ。こんなところまで入ってきやがって、クソガキ。これって…なんかてめえ、俺様の名前を適当に聞いた上に無視してんじゃねえぞ。失礼すぎんだろ。お前の中にもいるな。だからここへ入れた。だから人間は。キュービにも名前あったの。チッ。そっか、ガンヤ。俺はよくいたずらやった。叱られたくて。俺は誰でもない。
誰でも痛くないのさ。ただ月の目計画をなせさせてんのが我慢ならねえ。そんでいい。でお前俺に食われてっけどどうすんだ。弁のやつよりはマシみたいだな。俺を止める方法ならあるぜ。